皆さんごきげんよう。プロテニスプレイヤーの秋田志保です。ただいま私がいるのはこちら。なぜ私がこんなどこみたいな場所にいるのかと言いますと、実はこの柳津という土地は私が28歳で東京に上京するまで練習していた場所の最寄り駅なんですよ。このタイミングで私ちょっと実家に帰ってこないといけない用事があったので、皆さんにね、私がどんな場所でどんな場所で 4,5 年練習していたのかっていうのをちょっとシェアしたいなと思って。というわけで本日の企画は、チャンシホの過去に触れよう。そして今日からあなたも子さんファンという企画でやっていこうと思います。まあなんでこんなに喋れるかというと、人が本当にいません本当にいません。本当ね、これがね、田舎のいいところだよね。誰もいないから喋るっていうのなんか別になんかなんともないっていう、あのめっちゃ歩道ないっていうね歩道がない、歩道がない道です車運転してる方からしたらもうすごい迷惑なんだよね、これってね。免許を取得してから知ったけど、この歩道がなき道を私は歩いていくんだけどこんな遠かったっけこの道の駅柳津入り口ねえ、やばいんだけど、なんか緊張するんだけど、何を思うんだろう、何を思うんだろう。意外と普通だったりして、なんか今情緒の調子良くないからな、大丈夫かないろんなことがあった始まりでもあり終わりの地でもあるわー、何も変わっとらんわ。変わるわけないけど、からこう降りてって、こっちはね木でね、奥にね川があります。懐かしい、このハードコートで練習してましたこのね手前の柵は私たちが練習し始めた時はなくて、本当はねあの案内所もねこっちからなかったんですよ。奥にあって、あの奥にねパラソル見えるの分かります、あれ、あそこのところにあったの、こっちに移動したんだな。こっちはね有料なんですよコート。冬はこのこれの下、今座ってるここでおにぎりとか食べて、で夏はなんかあっちの石のね階段があるんですよ。なんかここが涼しいからって言って、あそこでご飯食べたりしてましたね。今葉っぱがなくて裸なんですけど、木が葉っぱがついてくるとね、あの毛虫がすごいんですよ、あそこの石の階段。あんまり私はあそこの石でご飯を食べるのが好きじゃなかったですね。春はねあそこの上のこの木は桜がすごい綺麗に咲きます。ここ自体は河川敷で、こう緑道公園みたいになっていて、歩いた方がいいから、あんまなんか喋っとって絵面変わらんでも面白くないもんね。これがねさっき言ってた川です。裏川に来たんですけど、なんかこうね普通に玉出しとかしてると、まあそこのここ山みたいになってて、ここの溝にねボールが止まってくれればいいんですけど、なんかね結構なボールのね量がねこっちのね川まで行って落ちちゃうんですよ。ボールはね結構なくなりましたね。ハードコートこんな感じです。まあ、割れ目入ったりしてますけど割と綺麗だと思う。あ、なんか白鳥みたいなのがいる。何あれ、何、白鳥みたいなのがいるよ。なんかねこの時期ねいるんですよ、割といろんな思い出がありますね。
ほら、やっぱりそう。案内所がね、変わったんだ、やっぱり。移転しましたって書いてある。なんかいろいろ変わったんだな、私たちがいなくなってから。その時間に来て空いたら使えるみたいな感じだったかな。ちょっと今は分かんないんですけど。だからね、例えば私たちとか1時間の練習なわけないじゃないですか。だからね、10時から12時使いたいとしてもダメなんですよ。11時までやって来て、で空いてたらいいよみたいな。平日とかも、まあ、絶対誰もいないし空いてるだろうって時でも基本的にはダメで、1時間終わったら毎回ここに来て撮って、日曜日とかはほとんど練習できなかったですね。1時間やったらもう家族がブワーってこうもうサインしてて、1時間の練習だけとか、そういう感じでした。なんだろう、でも楽しかったかな。楽しかった。泣きたくない。楽しかったと思う。まあね、こうやって歩くこともねありましたよ。なんか ITF のてか WTA の結果見ながら歩いて、お金がないから怪我してないのに試合に行けなくて、まあもう練習する気が起きない日もあって、今コロナでみんな試合行けない行けないって言ってるじゃないですか。なんかそういう原因がないのに試合に行けないスポンサーもどうやって探したらいいかわからないし、コネもなくて、今でも会社さんにこうメール問い合わせボックスから送らせていただいたりしてるんですけど、でもね、なんか面白いのは、ここに来るまではいいイメージがここになかったんですよ。なんか辛いことばっかだったなとか、戻ってきたらなんか多分思い出したくなかったこととかいっぱい思い出すんだろうなって思ったんですけど、意外と楽しかった思い出しかなくて面白い。なんかね、それなりに楽しかったと思う。でも一つ言えるのは、言っていいのかいけないのかわからないけど、私の本音で言えば今の方がすごく楽しい。だからもうここには戻ってこないです。私の大切な思い出の場所として心のアルバムに留めて、もうここには戻ってこないです。まあ、本当に感謝の気持ちでいっぱいです、ここの場所には。というわけで、私の思い出巡りでした。まあ、正直私以上に苦労してる人とか無限にいるしっていうのを知ってるので、何かの誰かのモチベーションになったらいいなと思います。ジュニアの時にここで練習してて全日本優勝しましたとかじゃなくて、一回全てを失って250位ぐらいまで一回行った後にここ来てるんで、島津に連覇とかして、まあある程度のなんていうか、ある程度の結果がまあ、ちょっと出た後にここに来た時の私の当時の気持ちといったらすごかったですけど、でもなんかここがなかったらテニス多分やめてたんで、もうここには本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ここがね、いつか聖地になったらいいと思います。というわけで、ここが聖地になるようにちょっと結果出していきたいなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。